他の子が大きいだけだもん。ドリゼおじさんだってそうだそうだって言ってるよ。それは相対的に小さいというのでは。小さい馬とかサラブレッドとして絶望的宿命背負ってこの強気アイドルしてるの輝いてるわ。とりあえずおじさんは何だったかの最軽量記録持ってる。持ってた？レベルで小さい。G1 勝利だと思う。じゃあ2位は朝日杯宝塚有馬。勝った G1 全てで最軽量勝利記録持ってる。ドリゼに関しては同期の牝馬がでかかったのも余計に拍車をかけて小さいと言われてる気はまあする。ドリゼは G1 ボバ最軽量で牝馬だと末広女王の390キロらしいね。おじさんの同期牝馬。片方ダービー馬ですよね。立派な馬体だ。言うてば体重だけで言えばめちゃくちゃでかいってわけでもないな。そりゃ460くらいが普通だった時代の牝馬に比べや立派だが、あとプスカ君、挟まれた、ってイメージのせいで小さいという先入観持ってたけど、ダスカやウォッカより普通にでかいのね。プスカ君は最重量ダービー馬じゃなかったっけ？レインちゃんは小さいけど今の牝馬でかすぎなのは思う。20年くらい前は450、460くらいでやってたのにどうしてこんな巨大化したんだ。ポニー、ポニーって言うなぁ。あなたそれはラララちゃんを見て。私大きくないもん。でもあなた現役時代のパパより大きいじゃん。パパが小さいんだもん。それはちょっと無理があるかな。で、ケウちゃんより小さいもん。ケウちゃんより大きい子が何頭いるんや。日本だと将軍くらいぜ。ケウちゃん多分ゼニアッタよりでかいんだよな。ケウちゃん、最高馬体重602キロ、より小さいドンフランキー、最高馬体重598キロ。適正距離が違うのが惜しい。戦績見るに同じレースでそうにない感じする。並んでるの見て、でっか。ってなりたいけど。ドンちゃんとケウちゃんのケツがゲートにリュウグウになってるところ見たいしこの2頭の叩き合いが見てみたい。おケツが焼きたての食パンみたいなことになってそう。いっそ配合されて欲しくもある。700キロの規格外にでかいの出てきそう。ケウちゃん vs ドンちゃん vs タウちゃん見たすぎる。みんなクリゲなのもいい？なぜ日本のクリゲはボックスティッシュになるのか。ビッグレッドいいだろ？ボックスティッシュはサリオスだけだよ。ドンフランキー将軍様。クリーン。海外だとブラックキャビアとナグーアタックくらいしか思い浮かばぬ。ドンフランキー600キロ超えたことないからケウちゃんより小さいよ。体高はどちらが上かどうかまではさすがにわかんないけど。覚え違いだったごめん。そういえば難関にはカフジタウルスという玉に出てきては C 級馬を震え上がらせる巨漢がいるでな。いい馬教えてくれてありがとう。調べたけど623キロってなんだよ。そしてこの巨漢もクリゲでにっこり。しかも視線機種はヘルシェイクと同じ矢野さん地獄まで足音が響いてきそう。カフジタウルスくん足元怪しめであんま数使えなくてなかなか上に上がれてないけど力は余裕で。C 級ぶち抜いてるから他の C 級からしてみれば割と災害レベルなのよね。重量級力士の小錦関の最も重い時の体重ですら285キロだしそれより余裕で重いからな。メロディーレインは普通にでかい。人間と比べてやるな。身長があるだけで奥行きのない弱き者だからな。大馬さんは目線の高さで人間も奥行きがあると誤解している。おじいちゃんもメロディーレインはそんなに小さくないって言ってるよ。パパもドバイマジェスティさんちの前提と並んでダービー最軽量だからね。家族揃って最軽量記録持ちだね。私ちっちゃくないもん。巻き棒より大きいもん。君の3分の1の重さだよ。私太ってないもん。デブ。別に買ってくれるなら大きかろうがちっこかろうがいいのだ。台無し。オルフェーブルは娘で記録作るのが趣味なのかな。人の期待を片っ端から裏切ってかつ成果を出すことに快感覚えてる説を押す。何が何でも人間ごと気の思い通りになんぞならんという強い意志を感じる。極論編でも走ってくれないからそこはクリアしてるしな。ここまで来ると牛馬から芝の強い馬出るんじゃねえのとすら思えてきた。それはそれで馬主さん的にはオールオッケーなよでは？牛馬自身が芝もいけるダート馬の背中してるとかいうどっちつかずな体だから全然ありえそうなのが。初年度でラララとエポカ出したことで、最低限仕事したぞ。あとは好きにさせろや、とばかりに斜め上の、サンクを出しまくってる、かもしれない、オルフェ。俺様の孫娘が小さいわけねえだろ。いや親父チビじゃん。ステイゴールドの最低体重は日経賞の時の408キロ、確か。ちっちゃ、あんたのせいでせっかくの白いアレノーカンのデカデカ因子薄れて出産負担やばそうなちっちゃい子、生まれてきちゃった件はどう思ってるんです？ポイントフラッグ、小さくしろとは言ったが限度があるんだ黒いチビ。とはいえ小さいあなたの子欲しさにあてがわれた婿殿なので、なおステポイオン兄妹の長男ポジ。溶接したゴルシの前傾が中くらいの体格だったからもっかいゴルシつけてみようってなったのかも、しれないんだよね。
まあその後生まれてきた4人は。はい、この令和の時代に超ちっちゃい馬と超でっかい馬が揃って現役ってさ、なんか運命的じゃね。あの小柄で可憐な見た目とは裏腹にステイヤーとして割と一線で走ってるの普通にゴリラウーマンでは？レインちゃんはゴリラじゃない。今岡安がバット持ってそっち行ったぞ。オルフェーブルが全速力で向かってるぞ。レインちゃんがゴリラ。取り消してほしいっす、今の言葉。許して。ゴリラは安売りしていい称号じゃないんで、大格と実際の勲章まで含めてのものだし。何名誉の称号みたいに扱おうとしてんだよ。ゴリウーなんて普通言われたくないに。決まってんだろうが。ゴリラはフィジカルはすごくてもメンタルは弱るとすぐに腹痛起こすほど繊細だからレインちゃんとは。むしろ逆や。はい、ゴリラってそんなに繊細なのか。そりゃレインちゃんとは全然違うんやな。とりあえずタイトルホルダーに蹴られるくらいで許そうか。ダイホ&ウルフェと阪神3000メートルデスマッチで手を打とう。あら、親父がレース中なのにどっか行ってしもた。でもあの小さな体で他の馬よりハンデあるのに G1 にもたくさん出て一度もドベになったことないのは。普通にすごいよな。最近は乙女から姉子って感じするわ。照れますね。まああなたも長距離うまいよね。一回でいいからレインちゃんに乗ってみてほしい。メロ、D、レイン。どっちも長距離のイメージあるから合わさると最強になるのでは。メロディーレインとアズールレインをどこかで実現してほしい。ゴリウーというより高メンタルかもしれん。メロディーレインちゃんはゴリウーではなく戦乙女よ。ターフに舞い降りたバルキュリアよ。言わんとせんことはわかるが言葉を間違えるとこは愛関係者の皆様に占められるので気をつけよう。それはそれとしてメンタルもスタミナもよくよく考えればやべえ子ではある。牝馬でかつこの小柄でありながら菊花賞5着は普通にやべえ娘なんだよな。3600のステイヤーズステークスだろうが地獄ペースの宝塚だろうがレースごたの男たちと比べてもあんまり息切れせずに帰ってくるのでスタミナがあり余りすぎてる。これでもうちょいサイズが大きければ栗富士の再来だったかもしれない。レースの後他の馬が疲れて死にそうな顔してる。中一頭だけケロッとした顔してる写真を見た気がする。これかな。スタミナどうなってるんだこのちっこいの。挟まれて結構ヤバい場面ありましたよね。あなたミルピーが怒るくらいヤバかった。ちっちゃくて誇らしげで可愛い名馬だわ。まあ進路挟まれて落馬しかけてなおサイドついていった今年の春天見てれば肝座り系なのはわかるよね。ボディは小さいけど積んでるエンジンがエグいタイプの馬。それはそれとしてあと50キロでも大きかったら悪くない戦績残せたんじゃないかなとも思ってしまう。悪くないって言い方だと今の成績も十分悪くないどころか相当いいぞ。忘れられがちだがあの体格でオープン場な時点で割とガチで奇跡。それも重賞で掲示板入りできるとか本当ミラクル。 G1 でポツンと一人メロディーレインになったことがないのはほんまにパネーことなんやで。ほんと G1 の舞台でポツンにならないのマジですごいと思うわ。引退するその日まで重賞勝利の夢を見れるポテンシャルだと思ってる。そういやことステークスとかはうちら地沿いをぶち抜いていってたような。あの馬体で馬群とか狭い進路とか怖がらず突っ込んでいくのは地味にすごい気がする。ステイヤーズステークスのスタートとかすごかったよ。コース取りのために他のボバから押されながらも萎縮せず前に出て好位置ゲットしてた。レインちゃん繁殖いけるかな。小さいからいけるのか。いけても大丈夫かとか心配になる。とはいえレインちゃんの超ステイヤーの血をそこで終わりにするのも寂しいなぁと思う複雑な心境。さすがに体格的に無理だろうな。同じく乗馬もあかんだろうし、現役引退したらアイドル用しつつ穏やかに暮らしてほしい。乗馬も基本戦場の仕事だから無理よ。同じく誘導馬も無理。女の子いたらボバが興奮しちゃうといけないからな。アイドルしつつリードホースとしてテーマイの子供の先生になってほしいな。日本の種ボバなら基本逮捕以外は付け放題になる血統の名ベの2023ちゃんに、メロちゃんの分まで頑張ってもらおう。これでいてオフは人懐っこいのがたまらん。本当にその血の運命なのか。サイズ感で言ったら小学生レベルだろうにマラソンランナーというこの、そしてボバの中に1頭だけ貧乏な状態でもドベにならん根性。メロディーレインが一番秀でてるのはスタミナじゃなくてメンタルとは最近よく聞く。いや馬体小さい分タバより全力で走ってる時間長いはずなのに周りより元気ってスタミナもバグってるんだけど。